おはようございます。建設中の日本最大級のバランスドア足橋を見つつ、矢賀から駿河山へと向かいます。相棒はクロスカブ50、神奈川県から静岡県へ。よろしくお願いします。三角屋根が可愛い、とても穏やかな時間が流れているこの場所は、神奈川県足柄上郡山北町矢賀矢賀駅、 JR 御殿場線の駅です。駅のすぐ近くには728号が、そしてそこに今回の相棒が泊まっています。クロスカブ50です。車体に刻まれたプレイの文字、楽しんでいきましょう。早速出発します。なお、ここから道の駅山北までナレーションの設定はありません。建設中の橋の様子とクロスカブの走行音と流れゆく景色をお楽しみくださればと思います。
道の駅山北です。ここから建設中の橋がよく見えます。国内最大級のバランスドアーチ、川の水面からの高さはなんと125メートル、支柱と支柱の間は最大で220メートルも離れているというとても大きな橋です。新東名高速道路の一部です。きっともうすぐ左右から建設されている部分がつながることでしょう。さあ、駿河尾山へと向けて出発します。76号を折り返します。右折して246号に入ります。たくさんの車に抜かれながら、しかし確かに少しずつ登っていきます。静岡がすぐそこに見えています。静岡に入るとすぐに左折して246号とお別れです。ゆっくりと進んでいくと、まもなく駿河尾山です。夜間から特急富士山も停車する駿河尾山へとやってきました。途中の迫力満点の河内川橋、完成がとても楽しみです。一方で新東名高速道路が開通しても、また会えてこのルートも走りたいと思います。大変ながらもとても楽しい時間がそこにはありました。さて、この動画はこのあたりで。ここまでご覧くださりありがとうございました。またお目にかかれれば幸いです。それではまた。